どうも、こんばんは、N です。今回はフェイトグランドオーダー、3周年記念の福袋召喚が来てます。今回クラス別で、かつ30個今までかかっていた確定の、10連なんですが、今年はですね15個半分の15個で、なおかつクラス別で、自分の好きなクラスの、星5サーバント引けるということです。はい、かなり太っ腹ですね。で、僕迷ったんですけど、外れ、僕の手持ち的に安牌なのは、バーサーカーか、本当に欲しいのがあるのはエクストラクラスのアビーなんですけども、バーサーカー、キント機も欲しいし、フチョンも欲しいし、オルタニキも欲しいし、あと雷光のホーグもあげたいしということですね。結構どれが出ても良かったかなっていう結果にはなると思うんですけど、やっぱり欲しいのはアビー、そして北斎の、ホーグレベルを上げたい、ガンクツもかっこいいんで欲しいですね。メルトリースも持ってないで、ジャンノルタのホーグも上げたいということで、今回エクストラクラスを引いていきたいと思います。で、ついでではないんですけども、スカサハースカディが来てますよね。で、そっちの方もちょっと10連だけ引いて おこうかと思います。生放送ちょろっと見たんですけど、スカサハースカディ、ストーリーの方ですね、進めてないんで、具体的な能力は分かってなかったんですけど、クイック周りクイックをね、上げるスキルと、あと NP50% チャージがあったのかな。で、ホーグはちょっとね、バフがいっぱいかかってたのあんま読み取れなかったんですけども、バフをガンガンかけてっていう感じのホーグだったんでしょうか。基本的にキャスターって優秀なやつが多いんで、今回キャスターのクラス引く人も多いんですけど、あれかな、福袋の方には入ってなかったのかな。はい、ということで、とりあえずまず確定の方の10連引いていきたいと思います。狙い目は、アビー、そして北斎のホーグレベル上げ、この2つが一番嬉しい結果なんですけど、何番目で来るんだろう。1番目ではないか、途中で来るのかな。10枚目とかには来なかったんだろうか、途中で来られるのかな。これ2枚星5が出た場合はどうなんだろう。このピックアップの袋の中から2枚出るんだろうか。2枚引きなんて最近全然してなかったんで。サーマント、あ、これ星5か。ちょっと待ってくれ、マジか。ちょっといや、一番ないだろうと思ってたとこは、なるほどね。そう、一番さ、ごめん、いらないって言ったらちょっとダメなんだけど、一番ちょっとなんて言うんだろう、あんまよろしくないなと自分の中で思ってた。マジか。いいや。星5がね、おっと、なるほどね、持ってなかったわ。なるほど。天草も持ってないしいいんですけどね、持ってない星5が。おっ、2枚引きあざっす。ただアビ欲しかったなっていう。コンブス持ってないし、2枚とは持ってないサーバントだからいいんだけど、ただアビ欲しかったなっていうただアビ欲しかったなっていうね、あれがあるんですよね。アベンジャー、なるほどね。っていうか、結構この福袋で星5を2枚引き当ててる人多いような気がするんだよな。サーバント、ルーラー、天草四郎、時貞、誰かに似ています。他人の空似というやつですよ。あれ、こんなもっとさ、アポクリの時はさ、ちょっと低めっていうかさ、私はシーダ、私は神に愛されし者を殺さねばならぬ。我が名はサリエル。いや、違う。
私は誰なのだ。アナスタシア面白かったですよね。ゲッテル・デメルングもかなり面白いとは言ってるんだけど、みんな自己紹介が必要かな。私は探偵だ。英雄を望んでいたなら残念というほかないが、探偵や推理家を所望なら君は良いカードを引き上げた。はい、ということで福袋の方を2枚引くことができました。ちょっと目当てのものは来なかったんですけど、持ってないキャラクターはかなりたくさん引けたんで、まあ良かったんじゃないかと思います。はい、じゃあスカサハスカディの方10連していきますか。ちょ、10連で申し訳ないんだけど、スカサハスカディ引くときっていうか、あの新サバ引くときは結構ね、がっつりいつも引いてる。最近はそうか、上げてなかったのかな、あんまり。何気ね、動画にしてないけど、アナスタシアのピックアップ来たときね、300個近く石溶かしたんですよ。アナスタシアちょっと欲しくてね、溶かしちゃったんですよね。まあ、スカサハスカディって持ってるか持ってないかで人権になるんだろうか、どうなんだろう。 NP50% チャージって強いですよね。しかも単体で自分じゃなくて選べるっていう。ちなみにね、あの最終サイリンを見てしまったんですが、まあ、かなりなかなか魅力的な最終サイリンの絵だったとは思いますね。スカサハっていつもなんとなく予想はできてたけど、あ、スカサハだなっていう。てかこのあと水着もさ控えてるっていう、なかなかに厳しい期間ですよね、 FGO。まあ、前半はジャンヌの星5のね、水着ジャンヌが来るんですけど、後半戦何が来るか、結構、去年は結構衝撃的去年もね、450個ぐらい石を溶かして、一体も星5が出てこなかったっていう、あの、黒歴史というか、まあ、深い傷を負ってるんでね、心に。これラストかな。お、やったー。これ欲しかったんですよね、愛と希望の物語。すごい。はい、ということでスカサハスカディ10連しました。まあ星5レースは新しいの出たんでよしとしましょう。というわけで、お疲れ様でした。今回福袋とスカサハスカディの記念に10連引いてみたという動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。